3日連続カレーた、えー、いいなカレー食べたいよ。ってかさー聞いてくれるあのねーなんかーまあでもあの多分こっから毎日稽古の話ばっかりするんですけど <laughs> あのー、いや稽古の話一応明日は稽古の話しない今日は稽古の話をする。あのー まあね今ですね、こちらですね、えー、ピース・オブ・クラン・シティシのシンフォニアって、あのレイブ塾って舞台の稽古をね、あのー、してるわけなんですけども、なんかですね、まず、昨日が初日だったの、稽古の。で、なんか自己紹介も兼ねて、かつ、その、世の中の許せない話をするとか、まあ、許せないとか、イラッとした話をするんですよ、1分で。で、あのー、それ昨日だけかと思ったら、 これから毎回やるらしいんですよ。なんかさネタをくれない。みんな。ちなみにあのー、昨日はあの肋骨にひびが入った話をしたんですね。で、今日は。今日はあのー、何？ 埼玉県出身って話をまずしたんですよそう私埼玉県出身なんですけどで埼玉出身の方いたらね34人ぐらいいたんですよ埼玉出身が。で「いやなんか埼玉県っていうとバカにされる風潮ないですか?」って言って「あるあるあれひどいよね」みたいな演出の人もね。であのー、いやしかも私名前が難波だからなんかあのー、埼玉県のなんか生まれなのになんか難波でなんか。 結構言われることが多いいんですよみたたな話をしたのそうでなんか結構なんかこの近所のねおじちゃんおばちゃんとかねなんかそのなんかナンバーを使ってこうダジャレを言ってきたりするんじゃナンバーしよっと」みたいな全然面白くないんだけど <laughs> 全然面白くないけど「アハハハ」って笑う日常が許せないっつって <laughs> そうだから来世はあのー、何 あのしかもじゃあ難波っていうのはさ一発で読まれないことが多いんですよあいた南みなみなみとかみなみさんって呼ばれることが多くてだからあのー、おねあのー、まあなんかこのーえっ、ー、とーあ花火大会イエーたまやーありがとうバチ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 ありがとうだからあのー、まあこのね もうあの脚本を新しく書き演出をしてるあの古谷太郎ってね古谷太郎ってこんな分かりやすい名前ないじゃないですか太郎ってだから来世はそういう簡素な名前になりたいですっつったら笑われたそう演出の人はそう「大いじってきたの多い」って言ってきたけど、まあ、なんかもうさないよねそんなにもうさ許せない話をしろっていうこの古谷さんを許せなくなってきたよねもう <laughs> えー、お弁当さんハートありがとう ありがとうラブユーチューありがとう、えー、そして小判ありがとう <laughs> そうそう小判出さなきゃほんとありがとうどうぞお金ありがとう変な歌テロップ名忘れ変な歌猫ヤオイタ明日カレーだえ嘘ある人の配信見逃したので みそぎでカレー煮込むでおいえカレーが食べたいんでおいたんえー、こんばんたんカレーねカフェのカスタマカフェで無料で食べる何何何どこどこどこそれどこにあんの許せない話お宅に降りって厄介がいるんであーねでもねいろいろみんなも話してるなんか例えばユーチューバーの方とかはなんかユーチューブのコメントで <laughs> YouTube のコメントでなんかこれこれが来て許せんかったとか <laughs> あと何なんか電車の中でこうだったとか僕は、えー、23時半からレースをその時の笑う感じやってみてえなんだっけえリアルにあるんですよ本当リアルになんかそんなに話さないんだけどこうなんか会うとこう話しかけてくるおじちゃんがいるんですね,そうねそうなんかでも毎回毎回なんかそのおじちゃんはあれ 初めて会うねみたいなこと言うのよい,いつもよなんか結構1ヶ月2回ぐらい会うのになんかあら初めて会うねみたいな言うのそのおじちゃんは。で「あは」って「名前何て言うの?あ」あなんです」っ <laughs> て <laughs>「ああなんしようと」って毎回この流れやるんだわ。そう ねえそう、南波じゅうとはどうしてはははハっていう、そう、おナンバー大阪のナンバーじゃないですけどねって、あ、そうなのみたいな、そのなんか、そんなくだりをね、もうね、多分五5、6回はやった。<laughs> 花火多め、だまや、かわいいね、ここでもありがたい、ジムさん。えー、今日の夕食何だ今日何だっけえ、今日何だっけ えなんかあああの今日はヨーグルトにあのドライフルーツのパイナップルを入れて食べましたえー、最近近いですな老眼でもなって嘘ちょっと離れよう離れようえっ、ー、とこんばんはるこさんこんばんはやすいにょんおかえり山田花子い山田花子確かに <laughs> 山田花子さん出会ったことあるないやおいたんえっ、ー、となんば太郎いやなんば太郎でもさわりかしさいいいいよねわかりやすいよね わかりやすい名前はいいよ私が証明してまあご主人様はそうねちょっとなかなかにこうインパクトあるよねえタ、ー、ネ集めるの忘れてたタネいいよありがとういいでありがとう飲んだくれおかえりまあなんかあの何、ー、て言うのかなこうみんなーのーなんかこう名前は覚えられるけどさなんか実際に 葵ちゃんの,の職業的にこう、あのー、みんなの名前は覚えないけど名前と顔を一致させるまでが、あのー、第一工程なんで名前と顔を一致させるのが難しいね。 えーと月花ちゃんから投げ銭動画を送られてうそよかったーありがとういっぱい見てねーいっぱい見てね <laughs> えーとそのお殴れどうしてダイエットしてるのいやそういうわけでもないけどでも痩せなきゃなーと思っている制服着るしはーはーはーはそう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 俺もナンバーシオッってコメントして厄介になのうわーあーやめろー葵さん今配信見てます久しぶりあありがとう君ちゃんこんばんはーおかえり 一致しないように頑張りますえもう無理ですけどもいやいや大体まあでもこう配信からね来てくれる方とかも大体名前はもう大丈夫じゃんんか一回顔見ればもう大体もう忘れないよねえっ、ー、とあ健康第一ありがとう <coughs> 健康第一健康家族健康第一ねずこちゃん あありがとうありががととうそうだからまあ皆さんねあのなんだ世の中の許せない話とかなんだイラッとした話とか何かあればちょっとなんかちょっと提供してほしい葵いゃん。えー、と同じ公えてきた見るタイミングがおっとあれさえどんな感じなのなか葵いゃんもなんか後日送られてくるんだけど見てないからなんかどう編集されてんのかなと思って。 えっ、ー、えじむんエジムえエジムさんってどうなんですかこう何アイドルの名前とかどう覚えてんの、えー、ダウンロードしてから安心して見ないパターンあダウンロードなのね安心して見ていっぱい誰か博多の言葉を教えて <laughs> 博多何しようとずっと俺の右腕が映っててすまんすえなえ俺の俺の右腕ああーそこに あ、右腕映ってんのま良、あ、かったじゃん。出演。南んばしおの話と、南んばしおの話を配信でしたら、したら行ってきてしんどかったで、二つ。うわーうわー配信でしたら、あね。ね。ああ、まあ確かに。だか1分で話さなきゃいけない、1分。 あち,ょっとちょっと難しいななんか別にさそんな世の中許せないでもさ許せないの方向っていろいろあると思うんですよなんかこうイライラしてて許せないっていうのと例えばあの推しが可愛すぎて許せんとか食べ物が美味しすぎて許せんとかこうプラスの方向もあると思うんですよ難しいだよねあすと子さんおかえりえーと埼玉弁って何を使うの埼玉弁ないよ動画の下にある物体オーリーさんだった <laughs> 謎な、なになになに、物体。いや、そんな、なんかね、そう、真ん中からね、こう、撮ってはいたんだけどね、その毎回イラッとした話、なんか、そろそろさ、好きな食べ物の話とかしたいよね、と思ってる、あいたん。そう。下にあるのは椅子ですな。ああ、そう、椅子に置いてたからね、カメラをね。うん。まあ、なんか、そんな感じで、はい。えーと、月花ちゃんのやつは、あの、ラジオのオンエアは、日曜日ですね、日曜日の昼なので、また告知したいと思いますが、 そうちょっと先に見られる方は見られますねえー、あんまり覚えてません「物販行く前になんだっけ?」ってツイッターをねえ <laughs> 一応掘るんだねでも偉いねえー、出てきたビールが温かい時ああねえぬるいえいらこえて軽い殺意覚えるやっぱビールって冷たい方がいいんだなーそっか,ーかビール飲まんしな <laughs> いやでも分かるななんかさこう自販機押してさなんかさめちゃくちゃな,なんか ぬるいとさちょっと許せないというかイラッとするのはあるだよね。うん。まあそんな感じでえー、っとまあなんかねこうあの何、ー、ですか。えー、こちら舞台ですね。えー、っと10月。 10月のアオイタンのビーチーム17から、えー、10月25だっけそう。で、全部で8コインあります。レイブュクピースオブクラン、七世のシンフォニアというあの舞台。あれうわ、殻がない、こっち。はい、出ますね、えー。築地本願寺バディストホールでやります。えー、こちらですね、あのー、何ま、ああのー、全員女の子で、かつですね、あのー、なんだ え芝居はもちろんダンスもあるんですよダンスはまあパステルさんみたいにこうオープニング劇中エンディングとかじゃなくてあのー、何多分あのーまあどっかに入りますどっかにダンスが入るでなんかねそのダンスの今日聞いたんですよなんかダンスまだ練習ねこう振り付けとかもらってないんですけどなんか あの「あるんですよね」って言ったらそのなんかある「あるよ」みたいなダンスのその振り付けをしてくれる人がなんか、あのー、新国立劇場とかのあのー、こうミュージカルとかの振り付けをするなんかななんんだっけなんか,4なんか4人ぐらい有名な方がいるうちの1人が振り付けをしてくれるらしいのそうだからなんかねあのー。 ちえっとビールなんてのど越しですから味じゃないの味じゃないんかお尻が買いすぎてやるぜいやねそういうのだよねいやそういうのがいいなあれ月花ちゃんがスマホ位置を改装したから俺映るようになっちゃってああだからかあーねなるほどねしょうがないな色が分かりやすい衣装の時は黄色い人でってチェキケン買うよあー、なんかいるよねそういう人そうなんか 「ピンクの人で」とか「あと何なんかあの子」みたいなとか美味しい寿司ネタ厳選演しておきます。 え、かっぱ寿司です <laughs> えー、動画、パッと見、テーブルかと思ってた。あれ、椅子なんですよ。なんかね、即席な椅子椅子をテーブル代わりにしておいてた。病院の先生から転換があると言った。転換アニハセヨ、ジャーさんああ、りがとうジャーちゃん、アニハセヨ、どうしたの韓国行ったの久しぶりーありがとうで、えっ、ー、と、カンフェティで、ただいま、ご予約承ってます。えー、いちゃんのね、ツイッターにも URL がありますが、あのー、 とりあえず、まあ、築地本願寺ブリストホールをお楽しみでねまあの役名は葵ちゃんの役名はまあ、ちょっとまだ言わないでおこうと思ういついあのねでも「イブ塾」で検索すると結構他の子がなんか「私たちがバスケ部です」とか載せてるんですよつまりその中に葵いゃんは写ってないのでバスケ部ではないとかちょっと、まあ、なんか分かってくる部分もあるかなっていう。 感じです。そうあのね、まあ先生役が一人いるんですよ。でその他がまああの学生なんですけど、え一、ー、全員で一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九人いるんです。十九人女の子たちが出る中で、葵たんは仲間がいないんですよ。<laughs> あの仲間がいないからこうなんか空き時間とかもなんかこう 1> ね1人でいることが多かったりもうねあの今日とかもう誰と一番話したかと聞かれたら多分演出家の方と一番話してますねそうなんか、うん、そんな感じなんですけどもそうそうまちょっとお楽しみにっていう感じですまあもちろんね制服は着るんでそう。 えーと葵さんこんばんはおかえりハルパルさんこんばんはサランヒヨありがとうサランヒヨえーとエゴサでネタバレる楽しみができる時期はねえそう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 あのー、ね結構まだねでもあれなんですよなんかなにあのまーま葵たんのこのなんかねあれなんですよまだあのー2日しかやってないですけどあのー、初日と今日となんか 今日の稽古着はってあのまあ早速2日目なのに今日の稽古着はって言って稽古着を見てくる子が一人できた一 <laughs> 人できたあと葵ちゃんのえツイッターフォローしていいってフォローしてくれた子が2人いるうんあとはちょっとまだこれからあとね葵ちゃんよく言われるのがあの 多分そのまあ稽古着もあるし結構普段からおかしな行動をしてるからなんか思われるのかもしれないんですけど「あれもともとアイドルやってた子だっけ?」とか「アイドルやってる子だよね?」って言われることが昨日今日でもう3回ぐらいあるそうだからなんかちょっと「あやって前やってた」って言うんだけどさ <laughs> 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 えーとえーでも月花ちゃんの心遣いゲストがもう少し中より来るように感じてそす <laughs> <laughs> 見えやすくね「青いたさ寂しい子や」そう,そう役側的にねこうあんまりねちょっとまだよくわかんないんですよねそうそうあとねあの先生役の,、えー、あの須藤さん須藤マーサさんがねまだ稽古に参加してないのもあってそうまあなんかそうこうなんか部員がいる人たちはこう集まってやってるけどまあぼちぼちぼなんかぼっちでやってる子もいるそう。 えー、転換の癖右のほっぺが治る右のほっぺお前らストコさんこんばんはーありがとうまだだよーえー寂しいリアル幽霊 V やのやだーねおいさんかわいいありがとう友達100円作りましょう自転車そんなにねえわ結構あの築地本願寺突き抜けるよ100人乗ったら着々と手下を作ってるんですねいやなんかあの全然 よ、そうこうまあなんかなんか青いはほらコミッションだからこう来てくれるのが嬉しいんですねいい編集者でしたあまあそれもいいねそれもいいね <laughs> え須藤さんでハロプロだったそうそうそう元ベリーズ工房そうそうそうでなんかあのー、なんだろうまあなんかそう元何々とかそのね島崎桃香さんとかもあのー、元 NMB の方なんだけどまあなんか何だ普通に 普通に話しやすいといとうかでもねやっぱなんかそのあとそう YouTuber の方とかなんか服装と持ってるバッグのブランドが高そう <laughs> っていうのはちょっとあるちょっとあるそう青板みたいにキキラーなリュックで「やし今日も頑張るぞ」みたいな感じじゃない <laughs> えタ、ー、とこで前髪いい感じだねあこれ ちょっとね、でも今日雨だったからちょっとあれなんだけどね、えー、鬼滅のお菓子で買収してるんですな、鬼滅好きな人いないかな、ねえ、えー、まぁ、あ、そんな感じではい、あの、舞台お楽しみにっていうところですね、で、舞台のですね、あ、ちょ、舞台の、舞台の、舞台のあらすじを言いたい、舞台のあらすじを言いたい、よいしょ。 ええー、アミタにみんな見られてるだけなんですけど、いやなんか見ちゃうよね、こうなんかそうあなんかしかも違うやっぱパステルとかで今までさこう見てきたからさなんだろうななんかこうアイドルじゃない子たちも多いしなんだろう。 結構オフモードで来るというかみんなねすっぴんとかすっぴんはさすがにあいてはないけどそうなんかわりかしパステルの方あわいたんがこうなんかいや失礼な言い方になっちゃうななんか綺麗めな格好してるとか言ったらなんかね何て言うのかなこうほんとみんなねなんかもう稽古着で着て稽古着で帰るみたいな子たちが多いんですよそうでもこうやっぱレーブ族はなんかみんな綺麗な格好してくるしなんかこうメイクとかもちゃんと。 してるしねそうなんか持ってるものとかもだからあう勉強しなきゃなと思ってますそうえっ、ー、とえあらすじそうあらすじ言わなきゃこんばんは友石さんこんばんはありがとう着る服ねえなー言ってると服くれそうえー、言おうかな言おうかなちょっとさあねえー、あらすじ準備オッケーです <laughs> 行きましょう。えー、本音でます。じゃ本音ではだたじゃ,じゃないよ。まあなんかそんな感じで新しい刺激を受けているよ。ということでレイヴ族、えー、ピースオブクラン七世の新報にはどんなお話かと言いますと。 人足りない県家随一のお嬢様学校として憧れの的となっている私立天聖女子学園も少子化の波は避けられない全部かつが人手不足に悩んでいるインターハイ出場の垂れ幕が最後に校舎を飾ったのは4年前校長室に並んだトロフィーは誇りにブブブトロフィーは誇りにまみれ強引な引き抜きをめぐる対立も起きていた そこへやってきた転校生しかも超絶ハイスペック運動できるし頭も切れる鮮烈な勧誘合戦のマックが切って落とされた私どこでもいいですよ演劇部以外ならそこに現れたのは <laughs> お前だ、はい、というお話でございます以上です はいあのあらすじのなんかこうさ今までやっぱさ異世界な感じが多かったからさあらすじがさなんかちょっとあのちょっとまだねリア,リアルなリアルな学園ストーリーすぎてちょっとなんも言えんなえっ、ー、と「てててお前らー素晴らしいありがとうハクさんあなたの入ったんだにゃーお前らーやっぱりお前らーお前らー お弁当さん優しい。こんばんはおいたん。こんばんのうちありがとう。はい。ということで、まあ、あのー、なんだ。まあ、もうちょっとこう、稽古をしてね、しかもですね、これ話すときりがないわ。あのね、本当に台本がね、毎日毎日書き換えられるんですよ。あのー、なんならですね、まあ、あのー、初日の時点で台本を、えー、24ページまでもらったんです。そう。 24ページまでもらったけどやっぱこの稽古を見ながらとかあとまあなんだろうまあその人のさ演技もさ初めて見るじゃない演出家の方さだからこうあのー、本当に毎日毎日書き換えられてそうもう早速ですね今日なんて冒頭の冒頭の12ページのセリフがめちゃくちゃ変わったからそうなんかどん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 そうセリフと動きが変わっていく中でちょっと。 本当こう臨機応変というかそうやっていくんですけどもでもなんかこう変わった台本の中で自分のセリフが増えてるとあ嬉しいなって思うので、まあ、ちょっとあの、まあのま頑張りたいなという感じです。はい えーねねねねね憑依された人はアンドロイドあ、出ないです、出ないです。そう、あの、みんなは、そう、あ、JK の太もも見れるぞぐらいの勢いで来てもらえればいい。えーと、お前らータイミングを忘れた。あれ嘘、初心者。毎日変わる台本。嘘、ちょっとなんか、うん、そうなのね、本当に。えー、重要な役どころってまた裏で操ってる黒幕ですかえ、そんな、そんな、なんかあれだよ、なんかボスみたいなの出てこないよね。でも、なんか結構、 なんだろう結構そうなんかわかん青いターン的にはそうあの重要な役というかなんかそうあのいやいなくてもいい役なんていないんだけどもそうなんかなんていうのまあこう仲間がいない感じも含めちょっとあのこう大事にしなければなという感じレレレレレ半年間何やってたん結構いやなんかそもそもですね。 あの元々原作の森山さんっていう人が本を書いてるんですでリモートで顔合わせをして8月とかに8月に1回6月のが延期になったじゃんで8月に1回このリモートの顔合わせとか稽古とかをやったんですよでその時はこの森山さんっていう人が書いた原作の台本を読んでやってたんですそう そしたらなんかまあ時間もないしそれでいこうと思ってたらしいんですけどこの演出の古谷さんがでもなんかやっぱりこの台本でやりたくないってなって俺が書き直すってなって俺が書き直したらしいんですねそうだから本来いなかったはずの役とか,なんかいっぱいいろいろ変わってるし役名も全部違うしみんなそうだからちょっとなんかねまあ こう面白いですね、うん、なんでヒダのシーンはまたありますかありません今回はアドリブぶっこめそうですかああでもどうなんだろうなんかねでもアイターンあのーほんとなんか結構,結構楽しいなとかやりやすいなーって思うのが結構そのパステルカラットさんの時はなんだろうこう舞台慣れしてる人たちがあのー、セリフの言い回しとかなんだろう語尾とかなんだろう結構変えちゃうんですよそう 例えば、ななんんだろうなんかあのありがとうってセリフもアザースに書いてるとかなんかあの結構多いんですよ、本当に。そうでも、なんか全然それはありとしてパステルさんやっててでまあアドリブも確かに突っ込み放題ではあるの。でも今回の古谷さんに関してはあのまあ青いとはもともとセリフをね一字一句間違えないで読みたい人なんですよ、指示がない限りなんか その脚本を書いてくれた人に失礼だと思ってまあなんかこう変えるのは勝手にそうと思ってる人なんでいいんですけど古谷さんもなんかこのあの何やっぱりそのタイミングで「a とか「あ」とかそうあの何何何しようとかあの皆さんなのか皆さんなのかそうあの棒を入れるか入れないかとかそのタイミングでこういう言い回しをしてほしいと思って書いてるから変えたい 全然俺に言ってくれていいけどこう無断で変えるのはやっぱね相手の役者もねこうタイミングが分かりづらくなるからあのー、なんだとりあえずはこの台本で一回やってほしいというのは言っててあそれの方がいいなって感じあおいたんはそうだからアドリブは今のところ特に 特にって感じ <laughs>、えー、ぼっちのふりして鍵の生徒会長あ生徒会長とかいるんかなこれいないんじゃない書き直しがそんなにできるのが許されるってのがすごいなああねそう本来ね全部仕上げてって感じだけどねそう、まあ、なんかもうもはやもう本当本番に間に合うのかって不安もあるよねまあ役者が振り回されパッて、ね、そう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 まあでもなんかそれはそれでそうまあ新しいもうあの今回結構新しい というかねなんか経験を積もうという感じでそあれなのでそうこういっぱいねちょっと頑張っていこうと思います。はいということで、えー、この後ですね23時30分から、えー、ポコチャを配信します。えー、起きていらっしゃる方はポコチャでちゃんと今日ちょっと言ってねずこのチョコバーだよって言ってそう <laughs> あの開けなきゃいけないんで <laughs> お願いします。 千秋楽はみんなハメ外してくれの希望、ね、いやあるよねある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 千秋楽でめちゃめちゃやってやれマンガいや青たもやれるならやってやりたいよねそう、うん、ッカちゃんがこっちの班だったらイライラしてあーねそうッカちゃんねそう確かにうんありそうありそうありそうよし ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさいまたコメントしてください5位もちゃんありがとう4位ゆっぴさんありがとう3位レクタンありがとう2位ハキ様ありがとう1位ハルミンミンありがとうございます右上のハート白い方毎日配信してるのでぜひピンク色にお願いしますチョコバーレ <laughs> そズチョコバー <laughs> あとは葵ちゃんのツイッターやインスタグラムをぜひご覧ください。ということで23時半にお会いしまいよいしょー。はいということで以上葵ちゃんことナンバーア葵でした。おやすみなさーい。また,あったね,ねー